日本徳島県小松島市、串淵町。串淵町は、徳島県小松島市の町名。2021年12月末現在の人口は789人、世帯数は357世帯。串淵町と表記されることもある。郵便番号は、郵便番号773-0018。小松島市の南部に位置する。東は、立江町、南は、 向かい山山地を境として、阿南市葉の浦町に、西は丘陵を境に、勝浦郡勝浦町、北は田野山地を境として、田野町に接する。山方を丘陵に囲まれた草木型の平地が、東部に向かって展開している。隆起や沈降により溺れ谷状にできた入り江が、串目状に連なり、串目型の谷が山麓を東西に走る。 徳島県道28号はない小松島線に沿って農村集落が発達している。中央部の平地は深い湿田となり、米作が卓越し、弾宮面城や弾宮崖では竹の子山桃の特産地を形成している。串淵城市は串淵御山の大二山にあって、城市は秋元泉守守貞である。八幡神社にある風は、 県指定天然記念物となっている。串淵村は、江戸期から町村制の施行された1889年にかけて何氏氷及を呼び、長群に存在した村。串淵村とも表記される。幕末期には、東村豪農村から国学者を輩出し、中でも伊勢家六代、茂る郷は、茶人大警府、ひくず花の著作を残している。この地には、 江戸後期から明治初年の間にあった寺子屋は4校で、特に、樋口健造の家塾は、幕末、維新期の農村教育に先駆的な足跡を残した。明治4年に、徳島県、同年に、明東県、明治9年に、高知県を経て、明治13年に再び、徳島県に所属。串淵は、明治22年から昭和32年にかけて、 存在した大技な、串縁とも表記される。はじめ達江村、明治40年に達江町、昭和26年4月に小松島町、同年6月からは小松島市の大技となる。昭和32年より現在の串縁町となる。市内には缶詰工場が設立されているが、住民は農業以外の産業に就職したり、 臨海工業地帯や徳島市内の事業所に通勤する者が次第に増加した。徳島駅前港と小松島市役所業があり、茅原は北方からの便の終点である、町内の停留所。ありがとうございます。